リアリティサムライ、運命だ。この安弘ってやつ障害者やろ、こいつ。RE4 が楽しみすぎる、カプコンはバイオシリーズ小出しにしすぎ。三上真嗣のバイオの遺産で食いつなぐなよ、カプコンって。どっちやねん、お前。双極性患ってんじゃねえぞ、外事が。うせろ、ほんま。マスルタイプやな。片親パン出た、片親パン。絶対誰か今日片親パンのネタ出すと思ったわ。絶対片親パン出てくると思ったよ。まあ僕もマスル君に片親やろとか言っちゃったからな。チョコスティックパン食ってそうって。チョコスティックパン美味しいけどな、普通にあれ。おめえって初めて呼ばれたわ。初めましてやって。あ、これマスルパターンやね。マスルパターンの子来たわ。ちなみにアカウントはサブアカじゃなかった。マスルパターン来たよ、これ。もう文章がバグり散らしてる。しかも、えげつないぐらいラグがある、なぜか。バグパターンやな、これ。お前頭バグってるってよく言われるやろ。安弘黙ってろとか。プレートすぎる。本物だーって。第二のマスル君って。それはマスル君に失礼やな。あそこまでやっぱ、バグを貫き通せるのはなかなかおらん。薄皮粒あんパン食ってろって。おめえもゲージなんか？ほら、ゲージ綺麗だぞ。はいはい、また来たみたいなパターンやね、これ。大学芋買ってこいって。それ、片親パンと全く関係ないからね、ほんとにね。冷凍の大学芋はでも面白いんよな、正直。あれはなんかマスル君にちょっと負けた気になるような、勝負な。片親パン、片親だし、片親パンによくお世話になったって。俺、片親じゃないけど、片親パンよく食べてたよ。美味しいもんね、普通に。薄皮クリームパンとか普通に美味しいやん、チョコスティックパンとかさ。全然美味しいよ。バイオ4モッド初回らしいってどういうこと？そんなこと言ってんの？片親ロール GC とか。片親ロールとかやばいってマジで。片親パンで育ちましたって。いや俺も片親パンやの嫁から聞いたんや今日。うん。あ、そんなワードがあったんやなと思って。あ、初回らしいわってそういうことね。バイオ4のモッドの初回はなんか、変なやばいやつがマジで湧くんよ。初回は大体こうなる。そうやな。ジンクスやな、それは。薄皮シリーズあれ数減ったけど結局あれなんじゃなかったっけ？なんか中身、結局なんか内容量は一緒やったみたいな話なんかどっかで見た気がするけど違ったかな。片親パンって差別感情凄まじいな、ここって。お前片親なんじゃ。片親パンの、片親ロール獲得方法、住民票の写真のアップって。やば。個人情報フル開示やん。まあ、ちなみに安弘、お前は片親やからディスられてるんじゃないで、そもそも。うん。ただ今流行ってるから片親パンって比喩されてるだけであって、お前は文章力がなさすぎて、ゲージだって言われてんのよ。ちゃんと理解した方がいいぞ、このまま。骨折してそうとか。片親パン野郎は黙ってろとかもやばすぎるからね。おめえっていう方言で片親を差別するなよって。おーい。発揮してるってマジで。能力者や能力者、ほんとにこいつ。何言ってるかマジでわからん。おめえっていう方言で片親を差別するなんて何なん？方言じゃなかったらいいのか。マジで言ってる意味わからん。お前さんなんこの人。名字。言ってあげたのにな、片親やってディスってるわけじゃないんやでって。例として出されてるだけやでって。てめえならいいのかって。最強のヘリクスだ。俺片親パン知らんかってんけどさ。今日聞いて。片親パン育ちの父毛さんありがとうございます。どんな名前やね。お前みたいなやつ愛してしまってるだけありがたいと思うよ。おい、安弘みんな怒ってるぞ、お前。なんとかしろよ。お前のせいで配信荒れてるやんけ。パパイヤ鈴木正幸さん、ギフトありがとうございます。バズってたら差別して言うわけないだろうって。だからその方言、おめえっていう方言で差別するってどういうことか教えてくれよ。どういう意味なんそれ。意味がわからないけど、リュウさんおかえりメンバーです。ナイスメンバー。あざっす。はい、教えてくれって。だからその、お前のその独自理論をさ、早く展開しろよ、お前。はい、領域展開しろ、お前。おめえっていう方言で片親差別してどういうことなん？早く教えて。おめえじゃなかったらいいんか？じゃあ。おめえの席ねえからって何やっけそれ。ドラマやんな。脳みそ反転術式って。怖いわ。冬休みの寝れないキッズ。いや、これはね、おっさん、やばいおっさんパターンやで、これは。コメント見て気づけなあかんよ。これはね、やばいおっさんパターンやから。低所得で、もう人生にやりがいもなくて、もう、人生消化試合に入っちゃってる、悲しき、おっさん、のパターン、です。この配信にいればね、いろんなその最底辺の人間を見ることができるからさ。そう、ただ長く生きてるだけで、何も成し遂げなかったおっさんや。初めて配信で外事見れたことに感謝。みやびさん、ありがとうございます。みやびさん確か配信外でメンバーになってくれたよね。あざっす。ちゃんと見てますか。差別したくないので言ってはいけないことを口には出しませんって。そうやって説明から逃げるんですか？説明することは別に差別じゃないでしょ、そもそも。何言ってるんですか？
お前もでも片親とか言ってるやん。何が口に出しませんやねん、お前。片親つったやろ、お前。そもそも差別するなってのも差別ちゃうんか、お前、それ。差別してる人に対しての差別やろか、お前。お前も差別してるやろか。調子乗んなよ、お前。片パンになったよな。決めつけと差別感情のトロがすごいなっこって。ほら、トロとかいう言葉使ってる時点でさ、絶対おっさんやろ。お前何歳、安弘？答えれる？もしかして惨めすぎて答えれへん、お前。何歳？国語勉強しようって国語ひらがなになってるわ。何歳か答えてみろよ。トロジーって。あな？言ったやろ？私の見立てに何も狂いはない。終わりやろ、こんな38歳。どうする ?38 歳でこんなさ、おめえという方言で、片親を差別するなとか言っちゃうんやで。な、終わってるやろ、ほんまに。まあ、何歳でも終わってんねんけど、正直。特に終わってるやろ、38とか。終わりやん、もう。何すんの、お前、残りの人生。ほんまにさ、生きたくても生きれへん人にお前の寿命を上げてほしいわ、マジで。寿命ドナーしろ、お前、ほんまにな。寿命ドナーの技術があったら、お前、真っ先に死ぬべきやぞ、この世から。安弘働けって。安弘働いてる、お前、ちゃんと。生活保護じゃないやろな、お前。生活保護でお前、バイオ買おうとしてたんちゃうやろな。大丈夫か、お前。ん？死ぬべきって。お前の寿命が他の人の寿命になんか繋がるんだったら、真っ先に死ぬべきやと思う。そんな寿命もらったらって。寿命は寿命やとカウントできるものとする。世の中の役に立ってくれって。お前、こんなとこでさ、くだらんコメントしてらんと、働いてこい、とりあえず。せめて労働して価値を生み出すや。やばいやつ演じてと思った。いや、2020年のアカウントなんやろ。だからタブアカじゃないかなと思って、さすがに。これは違う。いや、アンリミのタブアカの可能性もまあ、なきにしもあらずやけどな。安弘、臓器売ろうや。3年待って、いや、一回ラクーン全開放してるから、それで昔のタブアカ作ってきたんかな説もあるよ。その説は依然と消えてないと。生活保護でも梅田さんのメンバーになるのは許されると思いますって。生活保護でメンバーになったの聞いたことないからな。生活保護っていくらぐらいもらえるんやって。でも程度によるんじゃないの？パチンコとかに溶かせるぐらいもらってるやつもおるわな、世の中に。手帳メンバーはいた、そう。手帳持ちメンバーいるよ。お前や、お前や、おい。これクソむずいんやけど。これできるかな、ちょっと待って。これむずいな。みちょぱをすべて選択してくださいって。え？みちょぱとこれゆきぽよ？まあ、ストラックアウトの順番で1,2,3,4,5,6,7,8,9 にしとこう。1はみちょぱやんな。1みちょぱやろ、とりあえず。え？ 1、2もみちょぱちゃう？3はみちょぱじゃないやろ。4もみちょぱじゃないか？ 5?5 みちょぱか？ 6 は？ 6 わからん、マジで。7はみちょぱやわ。7はみちょぱ。8は違うよな。9も怪しいな。1、2、5、7、9、そう？へぇ。6は違う？え、9みちょぱか、これ。なんか違うくない？この認証むずすぎやろ。こんなん出てくんなよ。3、4、6、8がゆきぽよな。みちょぱで3日おきに抜いてるわいが言うって。1,2,5,7,9 もそうなんや。1,2,5,7 みちょぱなのわかるけど。全部同じ顔にしか見えんって。いや、3とね、3、4、6、8。確かに違うな。生え際を見ればわかるです。なるほど。他はミキポヨって。誰やミキポヨって。混ざってるやん。みちょぱでしょ？むず。外人にやらしたら間違えそうって。間違えるやろな、そら。答えが載ってないからわからへん。まあ、多分、1,2,5,7,9 の人が多いから、そういうことだよな。ここの視聴者なら犯罪者の方が得意って誰か作ってたな、そういえば。芸能人に疎い人は絶対わからん、わからんよね。知らん奴がやったら一発でロボット扱いされるって。弾かれるやろ、こんな。ゆきぽよーも最近見らんな。すげえ。くればやしの画像をすべて、木島とか楽勝やろ、もうパターンがないねんもん、だって。これすごいわ。亀がね、ひっくり返っちゃったらしいんよ。やばいやばいやばい。やばいや。リアルにやばいよ。これすごいよな。これ助けてんの？ほんまに。これ助けてんの？仲間意識とかで。なんやこいつみたいな感じ寄ってきてるだけじゃないんかね。餌判定。水の動きで虫が入ってきたのか。他の動画でもひっくり返ってる仲間を戻したりしな。へぇ。10倍速。いや、普通ちゃうか？あれぐらい泳ぐよ。亀は。うちの飼ってる亀は、ひっくり返っても自力で元に戻るけどな。シュンって。例えば、この間配信でもなんかちょろっと話題になったけど、なんかヤクルト1000っていうの飲んだらよく寝れるみたいな。これ、マツコが言ったんやな。で、バカ売れしてて今、買えんらしいわ。アマゾンだと1本500円近くなってらしい。やばすぎるやろ。ヤクルト1000がいいらしいわ。普通の200じゃダメらしい。高っ。
ユンケルと変わらんやんもん。ほんまに効果あんのか知らんけど。睡眠薬でも入っとるんかって。回れ回れメリーゴーラン、もう消して止まらないんだよ。